こんにちは、月風の子です。今日はですね、先日Amazon のブラックフライデーですかね、いろいろ購入したものをご紹介させていただきました。でその後ね、今回今ね、まさにまあもう明日で終わっちゃうんですけど、まあこの動画もですね、終わった後に、配信されてるかもしれないんですけれども、実はですね、楽天のスーパーセール、こちらの方もね、ちょっと覗いてみて何点か購入しました。でまだ到着してないのがほとんどなんですけど、ご紹介させていただきたいなと思って動画の方、回しております。でもうね、届いたもので、届いたものというか購入したものはね、ほとんどが、食品関係だったり、まあ、お歳暮関係ですかね、まあ、そちらの方をね、購入しました。でじゃあ早速ですね、まず1品目から、ちょっとご紹介させていただきます。1品目はね、もう開封しちゃったんですけど、これはね、完全にお歳暮代わりということで、まあ、ちょっとね、同じ町内、町の、まあ、市の中で、まあ、お世話になってる飲食店だったりとかね、そちらの方に、まあ、お配りするということで、まあ、1年間ね、いろいろお世話になったということで、こちらになります。フォアラオーゼスのスーパープラチナ、プレミアムか、スーパープレミアムになります。こちらの方ね、購入、5個購入しました。で、ね、やはりまあ、親戚の方以外にもですね、やはりそうですね、いろいろ、まあ、うちの親父関係の方とか、結構お歳暮をね、この時期になると、まあ、送ってこられる方も いますので、まあ、できればね、これに、まあ、一緒にね、このプチプチもついてきたんですけど、プチプチを詰めて箱詰めにして、まあ、送ったり届けに行ったりするということになります。でお酒で言うとね、このフォアローゼスの他に2点目のご紹介になるんですけども、こちら、マユリっていうものが花垂れというお酒になります。でこちらの方はですね、120本限定となってて、ちゃんとロットが入ってますね。44番目の、まあ、焼酎になりますね、花垂れという。でこちらの方もね、ちょっと開封して、もうね、お世話になった方に一応お配りは、していっているところです。で開けるこれですね、まあ限定って書いてありますけれども、こちらになります。でこれはね、焼酎ですね、米焼酎になります。で米焼酎でして、まあこれもね、8本買ったのかな、買っております。で米焼酎ね、結構私好きなんですね。匂いが独特っていうか、まあ飲みやすい。ただこれね、アルコール度がね40度、結構強いですよね。まあこちらのね、まあお酒としてはフォアローゼスのスーパープレミアムと、米焼酎の花垂れをちょっと、ご購入しました。じゃあ次いきますと、アライヤの麺福島ということですね。でアライヤの麺ということなので、これ何かというと、多分ですね、開けてみますね、喜多方ラーメンじゃなかったかな。ちょっとね、私も昔ね、仙台に住んでいて、まあ東北6県をね、結構仕事でぐるぐるとね移動してた時期がありました。で喜多方市、福島県喜多方市の、まあね、喜多方ラーメン、何会か食べに、ね、会津若松方面行くとね、食べに行ってました。もう案の定、喜多方ラーメン10食分ということで、こちらの方を買いました。まあね、喜多方ラーメン、私の個人的イメージなんですけど、やっぱね、まあ、北
喜多方ラーメンはやっぱ寒いこう雪降った冬に食べるっていうイメージがどうしても強くてですね、まああの喜多方ラーメンね10食ちょっと今回買ってしまいました。まあちょっとね正月ももうじきなので正月過ぎぐらいにねちょっといただこうかなと思っております。はい、次はこちらになります。瓶ガラス陶器なんだろう、これあれですね、これもお酒ですね。これはねちょっと私興味があって飲みたいなと思って買っちゃいました。で何かというとですね、これコーヒーのお酒になります。コーヒー焼酎、カフェコっていう、銘柄になります。実はねコーヒー豆をね焼酎の中にずっと入れてですね、まあ最低何年かぐらいねそのまま寝かしておくとね結構まろやかで美味しいんですよね。ただねちょっと嫌なのがこれね割り酔いします割り酔いするんですよね。まあねちょっとベトナムコーヒーの低糖質ということで、まあねアルコール漬けのカフェコさんこちらの方をねちょっと購入いたしました。まあアルコールは 25% ってこう書いてますね。 500ml です。ちょっとこれね楽しみですね。これはちょっと正月にゆっくりねいただこうかなと思っております。次になります。次はこちらですね。これもね箱を開けないとちょっとわからないので開けてみますね。これは何だろうな。よいしょよいしょ。わかりました。これですね非常食ですね。これでさ、フードドライご飯、ピラフ味とかね、カレー味と、チャーハン味ですね。これをね、ちょっと購入しました。4種類あんのかな？もう1種類ですかね。これカレーだな。これですね、全部で4種類ありますね。こんな感じで、カレー味と炊き込み五目とピラフ味とチャーハン味の4種類が入って、20個、全部で入ってます。だから1個これ多分5個ずつなのかな。他に種類ないよね。多分ないと思います。これね、4種類で20個入っていると。で、これはね、買ったのはまあ確かに災害備蓄って書いてあるんですけど、まあ災害にも使いますけれども、まあ一番はね、やはり来年登山、山行こうかなと思ってる中で、ね、水とね、コンロは持ってくんですけど、まあガスコンロね、持ってくんですけど、まあ、鍋も持っていくんですけど、だいたいね、鍋なくても、まあ、これは水で5分、お湯で3分で出来上がるという代物で、ちょっとね、これを、まあ、リュックに何個か入れていけば、まあ、だいぶ軽量化になるのかなということで、ちょっと今回買わさせていただきました。で、あとはね、まだ到着してないです。で、あとね、何買ったかというと、一応ですね、あれですね、チーズインハンバーグ、20枚分買っております。で、それはですね、ビーフシチュー、3食おまけということで、こちらの方もね、ちょっと購入しております。まあ、ほとんどね、食品関係今回多いって冒頭でもお話ししたんですけどね。あとは味付け数の500グラム。を買っております。まあね、数の子結構私好きなので、
まあね、今回もね、正月数の子をかじりながら正月過ごしたいと思います。で、あと買ったのはですね、まあ、期間限定 50% オフということで、これは、豪華丼の具20袋、こちらも買っております。入っているのはですね、牛丼、角煮、カルビ、生姜焼き、豚キムチ等が入ってますと。で、お肉屋さんが本気で作った味ということで、ちょっとこちらの方もね、届くのを、待っております。あとは、これも買いましたね。浜の親父の、無添加鮭とば1キロ北海道産ということで、まあ、鮭とばね、私結構好きなんですね。やっぱ正月といえば鮭とばね、貝柱かどっちかなんですけど、まあ、今回はね、鮭とばにいたしましたを購入しております。こちらの方もね、ゆっくり正月暮らしながらね、3日ぐらいまで、大晦日から3日ぐらいまでバクバク食べながらちょっとね、のんびり過ごしたいと思っております。で、あと買ったのはですね、そうですね、ちょっとね、お吸い物っていうか、ね、作ろうと思ってまして、まあ、それにはね、出汁が必要ということで、日高昆布 150g、買っております。ね、こちらの万能昆布ということなので、昆布ね、買って、まあ、いろいろね、作りたいと思っております。まあ、大体はな、どうなんだろうな、お雑煮とかですかね、にちょっと使用したいと考えてます。で、あと買ったのはですね、ちょっと最近ね、私も年で目も悪くなってきたというところで、まあ、効果があるのかどうかはわからないんですけれども、一応笑顔くっきり愛ということで、健康食品、ビルベリーアントシアニン、というものを、2袋買ってますね。こちらの方はね、まだ到着し、まあ、今消化してるの到着してないんですけど、まあ、購入してね、ちょっと効果あるのかっていうところで、毎日飲み続けたいかなと思っております。まあ、効果があればね、追加注文しようかなと考えてます。で、あとはね、先日ブラックフライデーでも話したんですけど、災害意識がちょっと高いというところで、次に買ったのはですね、3点セットの、まあ、給水タンク、ウォータータンクを買いました。こちらの方はね、大容量10リットルということで、常時もう水を入れて汲んでですね、車の中に置いておいて、まあ、地震とか災害が起きた時にね、まあ、その水を活用して、まあ、ね、先ほど のドライね、ドライ のご飯だったりとか、カップヌードルとか今まで買ったのまだ貯めてますので、そちらの方に使用したいと思ってます。一応ね、このタンクはね、4個買っております。はい。で、次がですね、あとはまあ、ちょっと私事であれなんですけれども、ちょっといろいろね、去年は不幸とかあったりとかしてね、あと正月もね、まあ、ちょっとね、この動画の前にね、ちょっと一周忌をね、弟の一周忌法要を終えてね、帰ってきました。買ったのはですね、お線香になります。まあ、なるべくいいやつかなと思って、今まではね、スーパーで、まあ、1000円いくかいかないか、まあ、行っても2000円いかないぐらいの、お線香を購入してたんですけれども、まあ、今回はね、ご先祖さん、まあ、おふくろ、弟にね、いいお線香をあげてあげようということで、そうですね、線香を買いました。まあ、そんなところですかね。これ飛燕って読むんですかね。お線香の名前は飛燕という、銘柄になります。はい、一箱買いましたね。で、次、最後なんですけど、最後に買ったのはですね、実はこれはね、
ちょっとこれは私が欲しくてちょっと買っちゃったんですけど、まあ楽天スーパーセールね、眺めてて、なんかないかなと思って見てたらですね、そういえばね、ネット環境、まあうち田舎なんで、まあ夜になるとトラフィックが上がるからネットにつながりづらくなるのか、まあね、そこら辺も踏まえて、あとはね、実を言うと、自分のね、クラウドですかね、クラウドハードディスク、ウエスタンディスクでしたっけさんの、4テラだったかな、4テラの、クラウドを持ってるんですけれども、まあ、ちょっとね、外からの外部、まあ外っていうか、まあ、外部からねアクセスするときに、もうちょっと通信の環境を家の中だけでも少し良くしたいなと思いまして、買ったのがね、ネットギアラックマウント型の、アンマネージプラススイッチングハブですね、XS512EM、10ギガ12ポートの、スイッチングハブをね買いました。こちらのすごいのがですね、やはり通信速度がね、まあうちの地元の方はね、電気屋さんあるんですけどね、ハブ買いに行ってもですね、やっぱ1ギガビット、まあギガビット以上ね、まあ10ギガとか出るようなね速度のねスイッチングハブってちょっと売ってなくてですね、まあ今のところ家の中はまあパソコンがあってハブをかましてね、そこからWi-Fi ルーターにつながり、まあそこから ONU に行って、まあインターネットにつながってるんですけれども、そうですね、パソコンから、まあ、Wi-Fi ルーターの間だけでもですね、ちょっと早くしたいなと思ってます。で、パソコンのね、パソコンと Wi-Fi ルーターの後、まあ、真ん中に、一応ね、ギガビットさん、まあ、ギガバイトっていうメーカーだったかな、確か。その、ハブが、普通のハブがね、置いてあるんですけれども、まあ、そこのハブにはね、一応いろんなものがちょっとこう、ハブかましてつながってまして、ちょっとね、そこをもうちょっと、まあ、あとさっき言ったそうですね、クラウドのストレージもつながっているので、ちょっとそこつなげてね、ちょっと速度アップを図りたいということで、10ギガ。まで対応したスイッチングハブちょっと買っております。まあね、以上が、楽天、スーパーセールで買ったものになります。そうですね、まあこれで、まあ今年はもう、買い物はもうね、ちょっとだいぶ今回年末ね、いろいろ、まあ、食品関係とかね、災害対策というか、まあ、非常用のものが多かったんですけれども、まあもうこれでね、ちょっともう来年は、まあ買ってもまあ食品ぐらいかな、もうカメラもね、いろいろ買ってもどうしようもないですし、ちょっとね、来年はちょっと節約の年にしながらも、ね、頑張って今の自分しのいで生活していきたいと思います。はい、動画は以上となります。ご覧いただきありがとうございました。